マヒンダラ・アージャパクサは、スリランカの政治家。現在、同国首相兼財務大臣、同国大統領、財務大臣などを歴任した。弟に、第8代大統領ゴーターバヤ・ラージャパクサを持つ。日本語での表記としては、外務省が用いている、新原語読みに近いマヒンダラ・アージャパクサ以外に、マヒンダラ・ジャパクサ、マヒンダラ・ジャパクセなどが存在する。ラジャパクサは、 ハンバント多郊外の町で、シンハラ人仏教徒の両親の息子として生まれた。名はスリランカに仏教を広めた、マウリア朝のアショウカ王のコマヒンダにちなむ。彼の父 DA ラージャパクサは、スリランカを代表する政治家で独立運動の指導者の一人であった。成長したラージャパクサは、ゴールのリッチモンドカレッジ、コロンボのサースタンカレッジとナーランダカレッジに学んだ。若い頃には、 シンハラ語の映画に出演した経験がある。25歳になった1970年にスリランカ自由党から国会議員に初当選し、スリランカの国会議員初当選最年少記録を打ち立てた。以降は、労働、職業訓練大臣や漁業、水産資源開発大臣を務め、2004年にチャンドリカクマーラトゥンが大統領のもと首相に就任した。 ヨルダンで開催された世界経済フォーラムに参加するラージャパクサ。この直後、LTTE の指導者、ベルピライプラバカランの死亡の連絡が入り、急遽帰国した。憲法の参戦禁止条項により出馬できないクマーラトゥンガに代わり、後継者として2005年の大統領選に出馬。対立候補のラニル・ウィクラマシン派を50.3%の18万秒差の僅差で破り、 第六代大,大統領に就任した。翌2006年より再燃したスリランカ内戦においては、タミル人武総組織のタミルイイラム解放の虎に対して徹底攻撃で臨んだ。LTTE から分離したタミル人民解放の虎を与党連合の統一人民自由同盟に引き込んで政府軍と連携させてタミル人武総勢力を分断させ、 中華人民共和国とパキスタンから大々的な軍事支援を受けたこともあり、2009年には LTTE を壊滅させてスリランカ全土の実効支配を回復した。26年にわたる内戦を終結させた功績をもとに、2010年には任期を短縮しての早期選挙を実施。1月26日投開票の大統領選挙では、 同じく内戦終結の功労者であるサラス・フォンセカゼン、国防参謀長を破り、再選を果たした。同年、国会の解散総選挙を行い、アフアは225議席中144議席と対象した。さらに、選挙後の入党者を含め161議席を占めた。こうした圧倒的な人気を背景に、同年10月には、大統領の参戦禁止などを撤廃する。 憲法修正案を可決させた。2011年には、全政権から中国の支援を得て建設された劇場を、マヒンダラージャパクサ劇場に解消した。2007年12月と2013年3月12日に、訪日している。2014年11月、再び任期を短縮しての早期選挙に挑むも、与党、SLFP の幹事長で、 保健大臣のマイトリー・パーラ・シリセイナが政権を離脱、新民主戦線より野党統一候補として立候補する事態となり、2015年1月8日の党開票においてシリセイナに敗れた。敗北の理由としては、前述の参戦禁止条項の撤廃に加え、親族を養殖につかせるなど遠古主義的で、独裁的な体制が有権者からの反発を招いたとされている。 ラージャパクサ政権から、リ理性な政権への移行は平和的に行われた。一方で2015年1月に、選挙戦の終盤に、配食濃厚が伝えられたラージャパクサが、開票前に、軍や警察にクーデターを要請したという疑惑や、政権時代に進められた、ロータスタワー、まったらラ,ラージャパクサ国際空港、ハンバントタ港、高速道路の建設といった大規模プロジェクトについても、 お食疑惑が取り沙汰された。また、インフラストラクチャー整備の資金は、外国からの優勝資金援助で賄われたため、スリランカの国家債務が急激に増加、2018年には、関西までに400年もかかるという、借金付け外交に陥る状況を生み出した。2015年8月の国会選挙においては、アフアの事実上のリーダーとして、復権を試みるも、 敗北、議員としての当選は果たしたものの目標としていた、首相就任は断念した。SLFP の主導権もりせいなに奪われたが、その後も SLFP 内のラージャパクサ派を通じて、影響力を保ち、さらに2018年2月の地方自治体選挙では、政権への批判票を集める形で自身が主導する。 スリランカ人民戦線を対象させるなど、再び政治の表舞台へと帰り咲いた。2018年の政変2018年10月26日には、死理性な政権における大統領と首相のウィックラマシン派の対立を受ける形で、突然の首相再任を果たした。しかしこの再任については、2015年の憲法改正により、大統領の首相解任権が失われていたため、 ウィックラマシン派側がこの首相交代を認めない意向を示した。10月29日にはさらに財務大臣に任命され、兼任することとなった。だが国会からの反発は大きく、11月14日に不信任決議を可決された。この時、死理性な大統領が発生による採決を行ったのは手続き上問題があると指摘したため、 国会はさらに11月16日に改めて不信任決議を可決している。12月3日、裁判所はラージャパクサに対して首相職務を12月12日まで停止するよう命じた。最終的に12月15日、ラージャパクサは首相を辞任すると表明し、翌16日にウィクラマシン派がシリセイナ大統領より再び首相に任命されたことで、二人が 同時に自らを首相と主張する異常事態はひとまず収束した。2019年の大統領選においては、ラージャパクサは SLPP の大統領候補として、弟のゴーターバやラージャパクサを擁立した。前年の政変で評価を落とし政権運営も行き詰まっていたシリセイナは大統領選を辞退。SLFP もゴーターバや支持に回り、十一月十七日の投票で、 コーターバヤは勝利を収めた。マヒンダは第8代大,大統領となったコーターバヤにより、11月20日に改めて新首相に指名された。2020年8月5日の総選挙では、党首としてスリランカ人民戦線を率い225議席中145議席を獲得し3分の2に迫る圧勝を果たした。2020年12月の時点では、財務大臣、 都市開発住宅大臣を兼任する。政治家の家系であり、夫人との間には三人の子を持つ。大統領時代には親族をたびたび養殖に取り立てていた。以下に著名な親族を示す。ありがとうございます。